水沼駅ホーム、水沼駅は、群馬県気流市黒骨町水沼にある渡らせ、渓谷鉄道を渡らせ渓谷線の駅。駅番号は、WK08。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。無人駅である。自動券売機は、温泉センター駅側入り口にある。現在のダイヤでは、当駅折り返しの列車はないが、臨時列車などの当駅止まりの列車が折り返すための、 入れ替え信号機が、足尾側に設置されている。運行例下り当たり駅止まり入線。入れ替え信号の進行表示にて、折り返し停止位置まで、助行運行気流域の運転席に移動。入れ替え信号進行指示にて、上りホームに助行で入線。通常の停止位置に列車を停止させる乗客、乗車開始帝国ダイヤにて、閉塞確保し、上り列車発車。 水沼駅温泉センター、水沼駅温泉センターは、上りホームに併設されている温泉施設である。2008年12月29日より休館となったが、引き受け先が見つかったため、2009年4月26日に営業を再開した。出店はいずれも気留市統計所より、気留市黒骨地区の中心駅や温泉のある駅として観光名所にもなっているほか、 赤城山観光の東側の玄関口として位置、続けられている。昭和30年代には赤城山頂付近に赤城登山鉄道のケーブルカーが開業し、アクセス駅ともなった。ありがとうございます。